しゃぶしゃぶ懐石料理太閤本店に今から食べに行きたいと思います。今ねお食事はこんな風になっています。太閤定食、春菜御膳、ランチしゃぶしゃぶ定食などいろいろなものがございます。前からねここに行きたいなと思ったお店なんですけど、なかなかね夜は懐石料理もあり高級で風情のあるお店です。高級住宅地の名古屋市東区にふさわしいお店です。じゃあそこ食べていきたいと思います。はい、みちこちゃんこんにちは。こんにちは。今日は東区散策をして今からランチ、はい、太閤本店へ小麦カレーさん行きたいと思うんですけども、今のお気持ちはどうですか？お腹が空いて。楽しみですか？楽しみです。はい、今日は何を食べますか？さん、はい、そうです。はい、こちらはみちこちゃんが頼んだ二見御膳。こちらは天ぷら丼かうなぎ丼かをお選びいただけて、海鮮丼、そしてご飯と赤だしがおかわりができます。こりこなってたんだよね。最初はね、こういうふうになってて、それを開けるとこのようにデザートもついてます。こちらは日替わり太閤定食です。これだけいろいろなものがついていて1100円っていうお値段がねお手頃で、ご飯も赤だしもおかわりができます。そしてこのように茶碗蒸し、そしてこちらは赤だしです。食べていきたいと思います。はい、みちこちゃんこんにちは。こんにちは。はい、ではどうぞ召し上がってください。じゃあ何が食べますか？まずうなぎから食べさせてもらいます。はい、こちらうなぎです。あれ、お味は？おいしい。おいしいですか？よかったです。ではね、こちらのね海鮮の方もねどうぞ一つ味見してください。はい、ごめん、迷い橋をやっちゃったら。あれ、ここにいろいろあるから迷いますね。そうそう、しっかりね、ご飯を乗せて。美味しい海鮮。美味しそう。コツが効いて。はい、では堪能していきたいと思います。はい、こちらお刺身です。太閤御膳食べていきます。美味しい。あとはとんかつとたまごとちですね。いつもはね天ぷらなんですけど、今日は日の出こちゃらしいです。もういいね。うん、サクサクしてます。みたいに。はい、赤だしですと。お味は？ごめんなさい。あ、はい、美味しいです。え？美味しそう。はい、みちこちゃんこんにちは。こんにちは。はい、感想はどうですか？美味しかったです。何が一番美味しかったですか？やっぱりね、うん、うなぎ丼と、うん、あれ、チラシ寿司海鮮丼ですね、チラシでもなくて。すいません。この二見御膳食べました。で、自分はね、あれを食べたね、日替わりランチだけど、うん、ボリュームもあってご飯も赤だしもおかわりができて最高のお店でした。今日来たのは、はい、名古屋市東区
下郡町にある古民家レストランの太閤さんでした。しゃぶしゃぶのお店太閤本店さん、皆さんにおすすめします。